当時この頃ことのほかに霹靂とて人死去す。これさらに霹靂によりて初めて死するにはあらず。生まれ始めしよりして定まれる上語なり。さのみ深く驚くまじきことなりと。ナマンダム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 ナマンダブツ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 ナマンダブ
くさんのね、満堂でございまして、にぎにぎしいお参りでございます。また数えますか、にしろはと、にしろはと、約4万5000人ぐらいね、お参りくださいまして、ありがとうございました。まあ、このようなお話をさせていただきますのも、実は半年ぶりでございましたね。そうです、もう1月のご法座が終わりまして、そこからもうほとんど全滅になりましたんでね。ね、本当です、不教師殺すに刃物はいらない、あくび3つで即死するって言いますけどもですね、もうご法座がないというのも不教者にとりましてはこれはほんと大変な状況でございますけれどもね。いや、そうです、皆さん本当にまずコロナの話から申し訳ないですけど大変でございましたでしょう。で、皆さんに言うよりも私の方が大変だったなと思うんですけれどもね。いや、また暑い中皆様クーラーもつけずに、この換気とね、しながらですけども、まあご協力いただきたいと思いますけれどもね。いや、大変なことになりましたです。そうですね。それとですね、先ほどいただきましたこの御門でございますけれどもね、これは蓮如上人8代目の御門衆蓮如上人の御文書駅霊の章というそのところから取らせていただきました。蓮如上人は言われております。最近疫病が蔓延して人々が亡くなっていらっしゃいます ね。これは疫病が原因で亡くなったのではありません。疫病が原因で亡くなったのではありませんと言ってます ね。生まれたことによって死は起こっているのであります。まあ、確かにそうですね。お釈迦様にどなたか聞かれました。死ななくてもいい方法を教えてくださいと言いました。たった一つありますよ。何ですか。生まれないことじゃって言われる。だから生まれたから亡くなるんでしょうけれどもね。でもなかなか死にたくないのが私たちです、ね、でももうそれ病気が原因で亡くなるのではない、結構冷静におっしゃってますね。だからそれほど大きく驚くことではありません。まあまあなんともまあ蓮如上人らしいね、豪快な言葉でございますけれどもね。でもそう言われましても私たちおどおどしますしね。病気になってあれだけ東京で多くの方が亡くなったと思うと、まあ痛ましいことだな、ね、思わずにはいられないわけなんですけれどもね。で、蓮如上人の御文章の一番最後はもう必ず決まりがあります、ね、どうぞ皆さんお念仏してください、そしてご信心をいただいてください、もうこれに限るんですね。もう親鸞あの蓮如上人様のお踏みはね、そこら辺が全くぶれないお方でございました。蓮如上人の500回忌の時にね、いろんな劇が催されましたね。私も京都で見に行かせていただきました。そうしましたら一生懸命お文を書く、ご文章を書くんですね、一生懸命書く中で、それで自分の弟分であった人がですね、どんどんと人がその疫病や飢饉で亡くなる、その人たちをこう死体を、埋葬する、私はいわゆる今で言えばボランティアに行くんだって行くんですね。それを見送りながら蓮如上人は、私は文を書くと言ってですね、また文を書き続けるという、そういうシーンがあったんですけれどもね。もうお文を書くということと、
ね、必ず信心をいただくお念仏も、もうこれだけなんですね。これが蓮如上人のすごいところであるんだなと思いますけれどもね。でもまあどうでしょうね、ぶれないというのも大したことだと思うんですけれどもね、なぜ蓮如上人はそんな遺体を掘り出す、埋葬するだとかいうことに関わらずに、ご信じいただきなさい、お念仏申しなさいっていうことを言い続けていったのか、ね、そこら辺を天岸先生が味わわれていらっしゃいましたね。こう言っておられます。たとえそこで飢饉でご飯を差し上げることによって今回はその人は助かるかもしれない、でも次の飢饉でその人は死ぬでしょう。でその次の飢饉で助かったとしてもやがては必ず死ぬでしょう、ね、そしたらどうなりますか。ご信心いただかない、お念仏に合わないまま命を終えたのであれば、六道輪廻、どこの世界へ生まれていくかわからない、ね、そうではなくて今ご信心をしっかりいただいて、そして紛れもない阿弥陀様の極楽浄土で仏様になる、これが一番、ね、その人を救うことになるんですよ、というところにですね、蓮如上人はもう力もう一点集中ぶれなかった人なんですね。この蓮如上人がどのようにしてお念仏の御教えを広めていったかっていうのがね、やっぱりその一つのポイントはこの一つです。ご信心をいただく、お念仏をお勧めする、これ一つにもぶれなかったことなんです、ね。そういうところがこの蓮如上人のすごかったところ。それともう一つはこのお文ですね、御文章ですね。この文書伝道によってそれをどん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 書くことによって、現地の人が、ね、文字をも知らない人に読み上げるんですね。そうしますと言うと蓮如上人のその御教えがそのまんま各地で同じように伝わっていくという、まあ今でいうインターネットのような最先端の教化方法だったわけですよ。でこの2つによってもうほとんどの真宗を、ね、親鸞様の弟子方は本願寺派さんに変えていった。どころかもう天台宗、真言宗さん、大阪なんかすごいですね。三軒本願寺派のお寺さんが並んでるところありました。5分行って5分行って参加時全部お西なんですよ。なんでかって言ったら、そこのお隣さんは元天台宗、元真言宗、全部こうオセロってあるじゃないですか。あのようにバラバラ全部こう真宗に変えていったのが蓮如上人なわけでね。だからそれがこのブレなさ加減、もう信心一つ、お念仏一つにもう皆さんも統一していった、まあこれがすごいお方なんですけれどもね。ですからやっぱり私たちもね、思います。コロナにかかったどうしよう、ね、やっぱ不安になると思います、ね、不安になると思います。そのためにはまず一つは手洗いうがい、ね、そしてこのマスクをする、暑いですけどね、これもね、私あまりにも暑くて気が失いそうになりまして1時間も気を上げておりますとふーってなり始めまして、このマウスシールドというのをね発見しまして、1000円で3つ、インターネットで売っておるわけなんですけど、これやめられなくなりましたですけどね、これでずっとやらせていただいておりますけどね。また表情が見えるじゃないですかね、笑ってんのか怒ってんのかねこれで私はずっとやらせていただいております。お檀家さんとこ行ったら必ずこう消毒の手を洗いましてね、そうやってもう必ず、何ちゅうんでしたかね、これ英語でなんとか言うんですよねインターコンセプトじゃなく、なんとかなんか言うのがあるんですけど、そうそう、ディスタンス、そう、そのディスタンスですよそれをしっかりやっていきましょう。でもし本当にかかってしまったならば、やはりその時には力なくこの世を終わっていくしかないじゃないですか。しょうがないし、これはまだ薬がないんですからね。でもどこに生まれていくわけではなく、阿弥陀様のお浄土に生まれさせていただくんです。で懐かしい人々と再会させていただく、その時に嫌や言ってもしょうがないですからね。そしたらまあいやしゃあないけども、まあ、あ久しぶりにじいちゃんばあちゃんに会いに行くかとかね、そのぐらいの覚悟で腹を決めていくということなんだろうと思いますね。コロナに考える心得と言いますのはね、昔ですね、行信教皇という
学校にですね、交流、加害交流先生という方がおいでになられました。これほどの豪傑の方でいらっしゃいましたんですけどもね、その方がこういう歌を詠まれております。ガテンジャ、いつなりと吹け秋の風って言ってます。ガテンジャ、分かったね、いつでも吹け秋の風、いわゆるその命が終わるってことを風に例えてありますね。ガテンジャ、いつなりと吹け秋の風、まあ豪傑らしい歌でございますね。これが有名な歌なんです、加害交流先生のね。で、布教先行きまして大雨が降りましたね。この先生、あの一番苦手なものが一つあるんです。雷です。雷がかなわんですね。小学校の時土手で遊んでおりましてですね、近くの木にビャーッと落雷して、それからもう雷が大嫌いになりましたね。で、布教先に行きまして大雷が鳴り始めました。ねえ、布教さん、あの布教の時間でございますがお願いしますって言ったら、布団からもう出てこないんですね。ねえ、布団から出てこないでガタガタ震えていらっしゃいました。そこの方がですね、いや、あの先生、ガテンジャーっていつなりと吹く秋の風って言われたん違いますかって言ったら、先生一言言われまして、それとこれは話が違うってそんな噂話がありますけどもね。そうなんです、ガテンジャって言っておりましても、その臨終が来た時にあたふたしてもいいんですね。死ぬのが怖ければ怖いまんまでいいんですよ。そのまんまお救いくださるのがこの阿弥陀様ですからね。お念仏行さん唱えじゃなし、怖ければ怖いそのまんま、ね、愚かな心のそのまんまで私たちを救いってくださるのがこの阿弥陀さんという仏様なんですね。前半あんまり長いこと喋りません。だんだん意識を失う方が多くなってまいりますので、前半短いです。阿弥陀様というのは南蛮陀仏という名号、ね、お六字となって私たちを救ってくださる仏様。ご本殿には、いわんや我が弥陀は名をもって物を接したも、ここをもって耳に聞き口に受するに無辺の聖徳色心に乱入する、というふうにお説きくださっておりますが、私たちが仏様の、ね、南蛮陀仏を聞き、そして口に唱えますというと、阿弥陀様の万徳すべてのお徳がこの五体すべてに満ち満ちてくださるんですよ、そういうふうに味わっていくわけなんですけれどもね。昔明治43年神奈川県の逗子開成中学の生徒様12人を乗せましたボートが七里ヶ浜沖の、ねね、沖で転覆をしました。そして12人全員がお亡くなりになるという痛ましい事故が、海難事故が起きたことがあります。皆様、あの真っ白き富士の音という歌をご存知でしょうか。ご存知の方結構うなずかれていらっしゃいますね。これご存知の方は結構年のいったお方でございます。いや、年がいくってことは悪いことじゃないんですよね。年がいかないということはもうすでにお浄土やということですから、生きていてよかったねっていう話なんですけどもね。そうなんです。その真っ白き富士の中にはこうありますね。少年たちはボートから投げ出されますと、しばらくの間は波間を、ね、泳いで漂っておりました。やがて力尽きますというと、親の名を呼びながら海底に沈んでいったと歌には歌われております。とりわけ切ないのが、事故から2日目に、ね、少年たちの遺体がどんどんと海から引き上げられてまいります。徳田さんのお宅ではなんと4人兄弟全員が亡くなったと言っておりますね。午前11時ごろ、七里ヶ浜沖雪合橋の沖 1km のところで2人のご遺体が上がります。これは徳田勝次君ご長男ですね、それと末の弟さんでありました竹蔵君2人のご遺体。その勝次君のは、その末の弟でありましたまだ小学生の竹蔵君のことが心配だったんでしょうね。その竹蔵君の体をしっかりと抱きしめたまま海から引き上げられたと言っています。遭難の回顧録にはこのようにあります。兄は死後も死んだ後も骨肉の情の守りも固く、両の手は硬直、指を交互に強く交えて握りしめ、事故の両腕に
全霊力を集めて弟を抱きおり、人々がこれを話さんとするも、ね、さらに硬直せる指はなかなかに離れず、あまた見る人をして落類、ね、寒類にむせばしめ、後にその状態を伝え聞きし者も覚えず、目頭に熱き者あふれてとどめ得ざる次第でありましたとあります。おそらくボートから投げ出されました。お兄ちゃんの勝次君は杖の弟でありました竹蔵君のことが心配で、その弟さんところまで泳いで行ったんですね。そして弟の体を抱きしめて、お兄ちゃんが来たから心配ないから、もう何があってももうお前を離さんから、大丈夫大丈夫って言いながらね、そんな思いで最後の最後まで弟の体を抱きながらね、力尽きていったんだと思います。今も稲村ヶ崎に建てられました遭難記念碑には、その徳田兄弟の姿を形取っているって話ですけどね。そんな切ない歌、真っ白き富士のね、ちょっと聞いていただきたいと思います。真っ白き富士のね、緑の島、仰ぎ見るも今は涙、帰らぬ十二の惜しき御霊に捧げまつる胸と心、ぼーとは沈みぬ白の海原、風も波も小さき腕に力も尽き果て、呼ぶ名は父母、帰れ早く母の胸に、帰れ早く母の胸に、という歌なんですけれどもね、はい、どうでしょうか。親の名を呼びながら海底に沈んでいった子供たち、どんなにか怖かったんだろうなと思いますね。しかしこの小学生の竹蔵君にとりまして、このお兄ちゃんのね、温かい手というのはこんなに頼もしいことはなかったと思うんですよね。兄ちゃんが来たからもう心配ないから、何があっても兄ちゃんがお前を離さんから、大丈夫大丈夫。御門の中には、浄土へ急げ参りたき心のない者が私たちであるとお説きであります。お浄土がどんなに素晴らしい安らかなところだと聞かされましてもね、生まれたいとも思えないのが私たち。しかしどんなに死ぬのが嫌だ怖いと言ったところでね、この命尽きるならば力なく終えていかねばなりません、ね、そんな時、納めとって捨てないぞね、この御霊が必ずあなたのことをね、心配いりません、必ず救いますからね、そういうお呼び声を聞くならば、虚しく終わっていく命ではありませんよ、ね、この御霊が必ず仏と生まれ変わらしますよ、そんな南蛮陀仏南蛮陀仏を聞きながら口に唱えながらね、その
命終わるその日までお念仏申させていただきましょうというのが真宗の一番の寛容ではないかな。